1分でわかるミステリーの通説。幕末の英雄坂本龍馬、薩長同盟を斡旋、政権を幕府から天皇に返上した大政奉還を実現した立役者である。くしくも龍馬は自らの誕生日にその生涯を終える。1867年11月15日京都の大宮で中岡慎太郎といたところを数人の男に踏み込まれ暗殺されたのだ。幕末最大のミステリー、龍馬暗殺の犯人は誰なのか。新選組説など様々な説があるが、実行犯として最も有力とされているのは、当時京都の警護を行っていた京都見回り組の大使今井信夫である。今井本人が犯行を自供した供述書も残されている。つまり今井をはじめとする京都見回り組の大使により坂本龍馬は暗殺されたのである。我々はこれまで坂本龍馬の調査を重ねてきた。そして龍馬の家系が驚くべき人物につながることを突き止めた。それはあの本能寺の変の首謀者明智光秀。幕末の英雄坂本龍馬は明智光秀の子孫だったのだ。そんな坂本龍馬を暗殺した京都見回り組だが、その背後に驚くべき人物が。坂本龍馬暗殺は本能寺の変の復讐だった。龍馬暗殺の真実を知るため我々は事件の舞台京都へ向かった。1867年11月15日京都の大宮で暗殺された坂本龍馬。調べてみると当時のことがわかる重要な証拠が現存していた。やってきたのは京都市内にある歴史館。ここには幕末の貴重な資料が数多く展示されている。こちらは何でしょうか。これはですね、幕末の英雄龍馬を切った刀です。なんと龍馬を切った刀が我々の目の前に。それは刃渡り40センチほどの脇差し。こちらが本物の刀なんですか。そうなんですね。はい、刃こぼれとかしてますね。刀身には生々しい襲撃の跡が残されていた。血の跡がついてませんか。ええ、これやはり龍馬が切られてますから、その可能性がありますね。ではこの刀は一体誰のものだったのか。京都見回り組の大使の所有刀です。京都見回り組とは、幕末期新選組とともに反幕府勢力の取り締まりを行っていた組織である。龍馬暗殺のですね、犯人刺客というのは見回り組説というのがですね 99% になっているんです。でこれは今井信夫というですね、元大使が証言してですね、当時の取り調べの中に残ってます。なんと龍馬暗殺に関する取り調べ記録が残っているという。そこには、龍馬は打ち止め、坂本龍馬を殺害。やはり坂本龍馬を暗殺したのは今井信夫ら京都見回り組だったのである。だが調べを進めると意外な事実が判明。新選組の局長だった近藤勇や江戸幕府の要職についていた小栗光介之助が斬首されるなど、当時新政府に抵抗した人間たちは皆重い罪に問われていた。ところが龍馬暗殺犯である今井は恩赦を受け、その後地方の役人となり、なんと村長にまで出世していたのである。なぜ今井信夫だけ優遇されたのか。幕末の歴史に詳しい金谷氏はある可能性を示唆した。今井信夫など京都見回り組を動かす大きな存在があったと考えられます。見回り組を動かしていた大きな存在、つまり龍馬暗殺を計画した黒幕がいた。ではそれは一体誰だったのか。我々は実行犯の今井信夫を徹底調査。
するとその墓がとある寺にあることが判明。あ、これが今井家の墓ですね。東京都内にあるこの寺は今井家の菩提寺。何か今井信夫につながる手がかりはないのか聞き込みを行うと、なんと今井信夫の子孫がいることが判明。我々はその人物を訪ねた。すいません、テレビ東京の新設日本ミステリーという番組なんですが、はい、こちらに今井さんという方はいらっしゃいますでしょうか。少々お待ちください、はい、果たしてどんな方なのか。今井さんでいらっしゃいますか。はい、今井です。なんと今井信夫の子孫が初めてテレビ取材に応じてくれた。私は今井信夫のちょうどひ孫です。そして今井家には龍馬暗殺の真実が伝えられていた。まあ、当日のことですけども、まあ、まず龍馬がいると思われるところで、まあ、なんか数人で行ったらしいんですけどね、まず誰が殺すかってね、くじを引いたの。だからひじいさんがですね、くじ負けて、でそれじゃ面白くないからってまたね、ぐちゃぐちゃいちゃもんくっつけまして、で引き直ししたらしいんですね。でそうしましたら運がいいのか悪いのか当たって、で、じゃあということになりまして、なんと龍馬を斬る者はくじ引きで決められていた。さらに当時の龍馬の様子を伝える驚くべき証言も。なんかものすごい嫌な声でね、龍馬ギャッって言ったんだそうですよ。だそれはギャーなのかグギャーなのか、ちょっとそういうとこまではわからないんですけど、謎に包まれていた龍馬暗殺の真相が今ついに明かされた。だがその後の処遇は家族たちにも理解しがたいものだったという。普通ならば死罪という判決だったんですが、全く理由はわからないんですが、とにかく謹慎ということで、それも静岡藩預けということになって、まあ、静岡に送られたと、こういうことなんです。調べてみると確かに今井信夫は明治維新直後、静岡の牧之原に移住していることが分かった。我々は早速静岡へ。明治維新後、江戸幕府は解体、静岡は最後の将軍徳川慶喜の後を継いだ家里と、幕府の要職についていた幕臣たちが移住した場所でもある。この地にどんな秘密が隠されているのか、今井信夫を研究している地元の郷土史研究家塚本氏に話を聞いた。この一帯が今井信夫が住んだ屋敷跡になっています。坂本龍馬事件に関わって刺客がね、訪れ、でそういう意味に心谷へ隠れた、隠棲したというのが、言い伝えですね。今井信夫は明治維新後の晩年、刺客を恐れここで隠れるように暮らしていたという。では龍馬暗殺の背後にいた黒幕は誰なのか。実行犯の今井信夫が晩年を過ごした静岡に何か手がかりはないのか。ここで我々は塚本氏から重要な証言を得る。徳川家康に従ってそのスタッフが江戸からそのままこちらに移住した。その中に、織田泉という男がいる。織田泉、それはいかなる人物なのか。謎の人物織田泉の正体を探るため、我々は明治初期の静岡の記録を徹底調査。するとあ、ここに織田って名前がありますよ。静岡県史には確かに織田泉の名が。静岡藩の要職に就任している。ではこの織田泉とは一体何者なのか。我々はさらに調査を進めるが、織田泉に関しては役職や父親の名などわずかな情報しかない。そこでこちらの方を見ていただければわかると思います。ありがとうございます、はい、我々は織田家の家系図を当たってみることに。江戸幕府が編纂したという官製徴収書家譜。織田泉の父親は信政、
その父をたどると、信行、信忠、皆信の文字がついている。そして織田泉から八代遡ると、あ、信長につながりましたよ。織田泉の家系を遡っていくと、その先にいたのはなんと信長。本能寺の変で明智光秀に討たれたあの織田信長である。つまり織田泉は信長の子孫だったのだ。明智光秀の子孫である坂本龍馬を暗殺した今井信夫のすぐ近くに、なぜか織田信長の子孫が。これは単なる偶然なのか。さらに織田泉について調べてみると、龍馬が暗殺されるわずか2ヶ月前、1867年9月に泉が幕府の勘定奉行に就任していたことが分かった。勘定奉行といえば現在の財務大臣にあたる要職、絶大なる権限を握っていた。だがこの頃、不可解な出来事が。当時幕府の財政というのは非常に逼迫しておりました。ただ京都見回り組に関しましては大規模な増員がなされたと言われております。なんと泉が勘定奉行になった直後、京都見回り組が増員。それは本当なのか。調べてみると、確かにその頃見回り組は大使が急激に増えていたことが判明。その数なんと100人。さらにこの時の見回り組の増員について細かく調べた結果、我々は驚くべき事実にたどり着いた。民意、京都見回り組申し渡さるべく候、今井信夫。なんと今井はこの時の増員で見回り組に入隊。さらに龍馬暗殺の1ヶ月前、入隊直後にもかかわらず肝煎りという役職に大出世。つまり織田泉が勘定奉行に就いた直後に今井は見回り組に入り、異例の大出世をしていた。そして龍馬暗殺へとつながるのだ。明智光秀の子孫坂本龍馬暗殺の陰に、なんと織田信長の子孫が存在したのだ。しかし龍馬暗殺の1ヶ月前、すでに大政奉還が行われ、反幕府勢力への粛清はほとんどなくなっていた。なぜ織田泉は暗殺にこだわったのか。坂本龍馬の暗殺というのは、政治的な背景っていうのももちろん考えられますけども、一個人の個人的な恨みとか感情、それで暗殺されたというふうに考えることも十分にできると思います。江戸時代以降没落していた織田家、泉が勘定奉行になったことで織田家は200数十年ぶりに権力の中枢に上り詰めた。しかし直後に大政奉還、その立役者である龍馬を邪魔者だと考えた可能性は否定できない。さらに信長の子孫である織田泉が本能寺の変の恨み、それを抱いていてもおかしくはないと思います。今井信夫ら京都見回り組を動かし龍馬の暗殺を企てたのは信長の子孫。つまり幕末最大のミステリー龍馬暗殺は本能寺の変の復讐だったのだ。